見たかったの、ウィニングチケットが。だけど死んでたからね。そういえば死んだってニュースで見たもん。いや会えたな、こんなところ。いや、めっちゃ綺麗、ね、うん、すごいライトアップ、うん、これ何なの。そうだね。綺麗綺麗。おぶ。詐欺。詐欺じゃないよね、これ JS 日高ブリーダーズルーム。ん、どういうことこれ。10月29日、繁殖場を売るの。だからその自分が買った、うん、あのホバがいっぱい種付けすればってこと。んエスミラクル、グラスルの2月22日生まれだって。1月23、2月4日2月12日見ましたけど。マジで？デアリングベスト。ホースマネジメントボスってどこだろう。わかんない、俺そんな詳しくなくなったから。受胎確認後120万円だって。え、すごい、こんなビジネスがあるんだね。へえ。母グラナダって、グラナダ重くない、うん、え、購買登録は10月15日も過ぎとるやないか、うん、これってすごい、繁殖パセーブなんてあるの、うん、すごいね。初めて見た、こんな。俺も初めて見たよ。当日は SNS でライブ配信もあるよ、だって。へえ、面白い。大丈夫？ちなみに、あ、絶対も120、だその前にさ、買うのはいくらですか？わかんない。へえ。だって、虫長生きしていい馬ばっかりこうさ、うん、作るさ、だ繁殖場でしょ。種母場じゃないでしょ。種母場でしょ。種母場じゃなくて繁殖場っていうことはお母さんでしょ。あ、お母さんの方なの。そう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 。あ、そっか。うん。だ受胎しなかったらただ産まかってるってなるってこと。うん、そうだ。周期繁殖場。すごいこれ。うん、これマルチ商法ビジネスじゃないのこれ。ではなく違うんですか。やっていいと思ってるんですか。うん、傷つく人はもう高齢者とか騙されてるんですけど、それはいいんですか。あれ銭湯終わっちゃった。終わったよ。早くない、銭湯って10時ぐらいまでやってなかったっけ。なんて20時30分31分。ほんとだ、閉まってる。何時までって書いてない。490円だって。何時まで、わかんない。え、こんな早い、うん、10時ぐらいまでやってたよね、銭湯。やってた、うん。
11時までやってるの。そんな時間までやっても必要がないから早くしまう。うん。どうしよう。閉店。え？閉店。人手不足による従来のサービスが。マジで。いやー、この間までやってたんだ。マジか。寿司、お寿司屋さんだ、お寿司屋さん。いや、立派じゃん。立派だよね。寿司、ロビー。へー。人手不足で潰れたの。え、もったいない。もったいない。来るか。頼みますって言って。おらんあの職人ですって頼みますっておにぎりしか握れないえこれ繋がってくからさオール電化ってこれもう仕方なくだね多分ねもったいないねできるかなクマクマだったらこんな感じじゃないよ。ああ。クマだったかしら。ちょ、あそこ、なんか栄えてんじゃないの？スナック行く？いや、行かないけど。あの、俺たちはあそこに歩いた時折、確かに、なんかスナックが明るくなってる。ほら、スナックもついてるよ。うん。あ、このバスずっとここに、バスのドライバーさんも止まれるよね。うん。ここ何通りっつうのこれ静宝通り、うん、じゃあちょっとあの建造の面白い建造のちょっと帰ってみよう。いや本当にもうそっくりになってきたこの中島にマジであの概要証明なんとか持ってんですか巻いてるんですか巻いてないですか。特徴本違反じゃないんですかって感じ。いやだ。あ。かわいい。これ何？ハチミツ。ハチミツだね。あ、カプセルも売ってるよ。え、なんこれ。ハチミツ三点セット。かわいいね。あ、バテ、バンバの伝説だって。なんてか、あいつ、あれ。どいつ。あれ。あいつ、あの高広のとこに。住んでるやつ。ジャスティス。海南とかに住んでる。いやいや、ジャスティス。ジャス君でしょ。ジャスターヒーローじゃなくてなんだっけ。ジャスティスでしょ。いや、俺競争馬の名前なんだよ。ジャスティスでしょ。え、ジャスティスだけじゃないじゃん。何て言うんだっけ。ジャストはなんとかって言うんだ。あいつの名前。違ったっけ。ジャスティスでしょ。ジャスティスじゃないよ。待って。